マリオパーティ不思議のコロコロキャッチャーは、カップコンが開発、発売した大型メダルゲーム。スーパーマリオ不思議のコロコロパーティにの後継機として2009年5月に稼働開始。マリオパーティシリーズのアーケード用、メダルゲームとしては3作目。前作までは、マリオパーティ5をモチーフにしていたが、本作は、マリオパーティ8をモチーフにしている。メダルとプライズの融合をコンセプトに、 メダルゲームに本格的キャッチャー機能を搭載し、新感覚のゲーム性を実現した。キャッチしたボールは、ボールのカラーによって3種類のジャックポットゲームに繋がっていく。ゲームはスゴロクマップによって進行する。コインを投入し、指定のチャッカーに入るとマリオがスゴロクブロックを叩き、出た数だけスゴロクを進む。止まったマスにより、イベントが発生する。また、 ブロックがあった場合はブロックを叩き、中にあるメダル、アイテムを手に入れる。なお、保留は9個まで貯めることができ、満タンの状態で、チャッカーに入れると保留が3段階まで、ランクアップする。ランクが上がると、メダルが多くもらえるようになる。ブロックで、フィーバーチャンスを出すと、フィーバーチャンスに突入する。フィーバーチャンスでは前作までのカーニバルモードに近い。 X 字型のゴリール2ラインのスロットに挑むことになる。奇数絵柄を出せば1ラインで20枚、2ラインで40枚の配当となる。7のキャッチャーで揃えれば揃ったライン数分、ゴールデンキャッチャーチャレンジとなる。5連装で50枚、ボーナス、7連チャンで70枚、ボーナス、10連装で100枚ボーナス、以降も連チャンごとに100枚ボーナスが払われる。偶数絵柄を出してしまうと終了となる。 配当は1ライン10枚、2ライン20枚。ただし、稀にクッパが登場する場合があり、その場合、1枚メダルを投入し光っているポケットに入れれば継続、失敗すると終了となる。スロットや、ブロック、クルーン抽選、ミニゲームなどの結果で、キャッチャーチャンスを獲得した場合、1つにつき1回のキャッチャーチャンスに挑戦する。レバーでクレーンを操作し、ボタンで救う。 チャンスは1回。ボールを救うことができればそのボールが自分のフィールドに投入される。ボールはレッドイエロー、ブルーヨッシーの卵の4種類。色のボールは落とすと口実のクルーンチャンスに突入。ヨッシーの卵は落とすとランダムで得点が1つ得られる。2イエロージャックポットステップ、サンダーツの矢を獲得のいずれか。なお、ボールを救い、 入手することで進化を発揮するゲームのため、アームにはエッジがついており、普通のプライズゲームのクレーンゲームより救いやすくなっているがそれでも2個同時救いは、神業とも言える。色付きのボールを落とすと、クルーンチャンスとなる。ボールを一球投じ、入った場所により配当が決まる。ヨッシーの卵はクルーンチャンスをしない。スロットで、ジャックポットを出すか、クルーンチャンスで、 ジャックポットチャレンジ要件を満たせば、ジャックポットチャレンジとなる。ボールを一球投じ、入った場所の配当がもらえる。また、ジャックポット抽選の後には、ダブルアップにも挑戦でき、大量メダル倍増のチャンスが狙える。ありがとうございます。